アイドルグループ AKB48 の最後の一期生、峯岸みなみさんが5月28日に東京、秋葉原の AKB48 劇場で卒業公演を行いました。峯岸みなみさんは途中、研究生に降格した時期もありましたが、2005年12月8日から歴代メンバー最長の15年5ヶ月間に及ぶ AKB グループでの活動を終了しました。ステージには現役メンバー28人のほか、卒業生の高橋みなみさんや小島春菜さんたちが登場しました。峯岸みなみさんはファンへの感謝の言葉を述べ、こらえきれずに涙を流しながら、これから生涯をかけて皆さんに恩返ししたいと思っていますと卒業後の活躍を宣言しました。峯岸みなみさんのラストコンサートの会場にはコロナ禍のための人数制限がある中、定員の半数の125人が集まり、約2時間のステージは大盛況となりました。コンサートの終わりには、総合プロデューサーの秋元康さんからの手紙が峯岸さんに手渡されました。その手紙を自ら読み上げた峯岸みなみさんは秋元康さんに対して、秋元先生、私を見捨てないでくれて、AKB48 というグループを作ってくれて、普通の女の子たちのたくさん未来を彩ってくれてありがとうございますと感謝の言葉を伝えました。そんな峯岸みなみさんのアイドル人生ですが、順風満帆というわけではなく、一部のファンから大きなバッシングを受けたこともありました。2013年に峯岸みなみさんは、ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブのダンサーである白濱亜嵐さんとの熱愛を写真週刊誌にスクープされました。白濱亜嵐さんは現在はその頃よりも知名度が上がり、主演映画、10万分の1が公開されるなど、ダンサー以外に俳優としても大活躍しています。峯岸みなみさんと白濱亜嵐さんのスキャンダルが報じられたのは、AKB48 が全盛期を迎えていた時で、峯岸みなみさんは当時、AKB の中でバラエティ班として大活躍していた頃で、正真正銘の正統派アイドルだったので、世間に与えた衝撃は大きいものでした。しかし、白濱亜嵐さんとのお泊まり合いが写真付きのスクープで世間にバレて、一部のアイドルファンからの非難を浴びました。そして、峯岸みなみさんはこのスキャンダルを反省しているという誠意を見せるために頭を丸坊主にして、涙を流しながらファンに謝罪する YouTube 動画を公開しました。その後、峯岸みなみさんは研究生に降格させられましたが、そんな状況に腐ることなく、若手と一緒に汗を流し、徐々に信頼を回復していきました。そして運営やファンにその頑張りを認めてもらい、正規メンバー復帰とともにチーム4キャプテンに就任しました。峯岸みなみさんが自身の長いアイドル活動の経験から後輩たちにアドバイスする姿はファンからも評価されていました。現在は恋愛スキャンダルを起こしても、女性アイドルが丸刈り姿で謝罪するというのは、コンプライアンスとして問題があるように思いますし、恋愛スキャンダルが報じられた際もスルーするアイドルは多いようです。当時、峯岸みなみさんは自ら、謝罪させてほしいと訴え、丸刈りにして謝罪動画を撮影して公開したそうです。後に、その時の気持ちについて峯岸みなみさんはマスコミのインタビューで、気持ちが伝わるのはどうしたらいいのかなと考えて、私の中に丸刈りに反省するというイメージがありました。気が動転したからではなく、ちゃんとした意識の中で私がやりました、と告白しました。ただ、この女性が丸刈り姿で謝罪するという行為は批判も多く、大騒動となったことについて、その時はそう思ったけど、AKB48 のイメージに傷をつけてしまいました。今思えば、もう少し考えればよかったと思います、と反省の弁を述べています。ラストコンサートの終了後、報道陣の取材に応じた峯岸みなみさんは、改めて AKB グループの総合プロデューサーである秋元康さんとのエピソードについて、次のように話しています。中学生、高校生くらいの時はよく、秋元先生にお会いする機会もあったし、声をたくさんかけていただいたり、自分から質問したりという機会も多かったのですが、途中でぐれたり、反抗期だったりで、秋元先生となかなかコミュニケーションを取れない時間もあったんです。それでもやっぱり、こうして見ていてくれていたのだなと思うと、今なら素直に色々と話せそうな気がして、今こそ、秋元先生とお酒を飲みたいなって思います。そして、次のアイドルを卒業した今後についてやりたいことを聞かれた峯岸みなみさんは、アイドル時代は禁止されていた恋愛についても希望を述べて、恋人と手つなぎデートをしたいという大胆な発言もしました。
峯岸みなみさんの長いアイドル活動の最後を締めくくる公演でしたが、峯岸さんの人柄によるものか、一期生の卒業生もほとんど集まりました。そんな卒業生を代表してマイクを握ったのは、AKB48 にまだキャプテン制度が生まれる前、峯岸みなみさんらが中学生だった当初に、リーダー的な役割を担っていた折井あゆみさんでした。折井あゆみさんは、みーちゃん卒業おめでとう。今日はたくさんの卒業メンバーがお祝いに駆けつけましたが、私たち一期生が最後に残したメンバー、峯岸みなみを迎えに来ましたと感慨深げに挨拶しました。それに対して、峯岸みなみさんは、やっとだね、ありがとうと万感の思いを込めた笑顔で応じました。皆さんはこのことについてどう思いますか？コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。